お元気ですか？谷村新司です。朝目が覚めて晴れているだけで幸せを感じたりしませんか？たまに降る雨の日も、それなりの楽しみを見つけていきたいですよね。さあ、今日も谷村の気ままな一人語りラジテレ、あなたと一緒にゆったりと始めてまいりましょう。さて、今日のテーマは葛藤です。今葛藤っていう文字が出てると思います。葛藤、普段あんまり書かないよね。書かないし、最近の人はもう使わないかもわかんないね。葛藤、これ意味といえば、心の戸惑い、これを表したい時に使う言葉がこの葛藤。毎日過ごす日々の中でたくさんの戸惑い、みんな感じてるんじゃないかなと思います。例えばレストランに行ってメニューを見る、これ眺めている時に、あ、これもいいけどあれもいい、これって多分一番身近な葛藤なんじゃないかなと思います。そこで大きなクエスチョンが浮かんでくるのが谷村です。その戸惑いとシンプルに書けばいいのに、どうしてこんな難しい2つの漢字が当てはめられているんだろうか。この語源をたどっていくと、思いがけない日本の歴史に行き着きます。ちょっとびっくりな、そんなお話を今日はしていきましょうね。